パデューカはアメリカ合衆国ケンタッキー州の都市である。ジャクソンバイ州によりケンタッキー州となった地域では最大の都市であり、マクラケン軍の軍庁所在地である。テネシー川とハイオ川の合流点に位置する。2010年の国勢調査では人口25,024人だった。パデューカ中心街の20ブロックが アメリカ合衆国国家歴史登録財に指定されている。パデューカは、ケンタッキー州のマクラケ県、バラード及びリビングストンの各軍及びイリノイ州のマサク軍を包含するパデューカ都市圏の拠点であり、都市圏人口は2006年で98,127人である。パデューカは当初、北京と呼ばれており、インディアンと多くの水路が集まる場所に引き付けられた。 白人開拓者の混合社会として1815年頃に始まった。伝説によれば、地下相続の可能性が強いパデューク州長が、平底船でオハイオ川やテネシー川を下ってきた旅人を歓迎した。そのテント小屋は、アイランドクリーク河口の低い崖の上にあり、自分の集落の競技のための小屋として機能していた。開拓者たちは、その艦隊を喜び、 そのやり方を尊重して、クリークの対岸に入植した。二つの社会は、互いの文化の目新しさを楽しみながら、調和の取れたものの交易や仕事の助け合いで暮らした。開拓者たちは、馬やロバを連れてきて、水路沿い上流の農園や木材伐採キャンプ、交易基地及び他の開拓地に平底船を引くために、使い、原始的ではあるが繁栄する経済を打ち立てた。 この文化の交流は、ルイス・クラーク探検隊の有名な指導者である、ウィリアム・クラークが1827年に、北京がある土地の権利証書を持って到着するまで、続いた。クラークは、ミシシッピ川とミズーリ川の地域のインディアン、問題監督官だった。クラークは、州長と開拓者たちに立ち退きを求め、彼らはその権利証書が、 アメリカ合衆国最高裁判所から発行されていたこともあって、ほとんど抵抗することなくクラークの求めに応じた。その権利証書は取得するために、ほんの5ドルしかかかっていなかったが、アメリカ陸軍に裏付けられるアメリカ合衆国政府の完全な権限がついていた。クラークはその新しい資産を測量し、今日でもその後が残っている新しい街の区画を引いた。 州長と部族民はミシシッピ州に移転し、クラークは新しい都市建設を続けることができ、その州長の栄誉を称えてその都市をパデューカと名付けた。クラークは都市計画が完成すると、ミシシッピ州に使者を送ってテープカットの儀式をするために、パデューク州長が戻ってくるよう招待したが、パデュークは戻ってくる。途中の船の中でマラリアにかかって死んだ。 開拓者たちは新しい区画の中で土地を購入することを認められていたが、彼らの大半はまだ開拓されていない土地に移っていった。パデューカは1830年に調整をしき、水路の要衝であったために、河川系を使う蒸気船のための港湾施設を提供した。赤レンガを作る工場や、鉄道のレールと機関車部品を作る鋳造工場が、 繁栄する、川と、鉄道産業経済の核になった。幾何急数的成長に近い時代の後、1856年に、姿勢が認められた。蒸気船や引き船のためのカンドックの場所となり、多くのバージ運航会社の本部にもなった。東は、ケンタッキー州、北は、イリノイ州の丹田にも近かったために、シカゴと、セントルイスさらに、 メキシコ湾のガルフポートとをつなぐ主要な南北、鉄道線である、イリノイセントラル鉄道の重要な中継点ともなった。この鉄道は、バーリントンのオザン鉄道や、アッツソントピカサンタフェ鉄道という東西の路線ともつながっていた。南北戦争中の1861年9月6日、ユリシーズ・グラント将軍が指揮する北軍がパデューを占領し、北軍は、 テネシー川過去を支配することになった。この戦争の大半の期間を通じて、北軍スティーブン・ジー・ヒックス大佐がパ・デューカと大規模な補給基地、及びオハイオ川とミシシッピ川、テネシー川の北軍を支援する包艦と補給線のためのドック設備の管理に当たった。1862年12月17日、一般命令第11号の条項により、 すべて昔からの住人だったユダヤ人30家族がその家を追われた。著名な地元のユダヤ人実業家、シーザー・カスケルがエイブラハム・リンカーン大統領に電報を打った後に会見し、最終的にはこの命令を撤回させることに成功した。1864年3月25日。 南軍のネイサン・ベッドフォード・フォレスト将軍がミシシッピ州から西テネシー州やケンタッキー州に入る北攻作戦の一部としてパデューカを襲った。この作戦はこの地域にいる南軍親派を徴兵し弾薬、医薬品、馬とロバを補給してオハイオ側から南の地域の北軍支配を全体に揺るがそうというものだった。この襲撃は 再補給という意味では成功し、北軍を怯えさせたが、フォレストは南に帰った。フォレストは次のように報告した。私は敵をその砲艦や取り出に追い込んだ。町は10時間保持し、多くの物資や馬を確保した。60ルの面下、蒸気船一石及び艦ドックを燃やし、50人の捕虜を捕まえて連行した。後に、フォレストは、 新聞で140頭の優れた馬が襲撃を免れたことを読み、馬を捕まえさせ、フォレストがピロートリデを攻撃する間に、北軍を慌てさせるために、エイブラハム・ビュフォードを順位賞をパデューカに戻した。1864年4月14日、ビュフォード隊は新聞に報告されていた通り、鋳造工場に隠されていた馬を見つけた。ビュフォードは、 戦利品とともに、フォレスト本体に合流し、パデューカは終戦まで、北軍支配のままとなった。1937年、オハイオ川が、パデューカ近くで1月21日には、洪水より50フィート上まで増水し、2月2日には、最高水60.8フィートにまで上がり、2月15日には、再び50フィートまで下がった。 三週間近くの間、住民二万七千人は避難を余儀なくされ、枕県やその他の軍部の高台にある友人や親戚のところに身を寄せた。アメリカ赤十字や地元の教会から避難所が開放された。パデューカ中心街の建物には最高水位が来た点を示す標識が備えられている。この時16日間に18インチの雨が降り、 早く流れる氷の板もあって、1937年の洪水は、パデューカの歴史の中でも、最悪の自然災害となった。パデューカの道森の堤防はこの洪水に対しては、効果がなかったので、アメリカ陸軍工兵司令部は、洪水堤防の建設を発注され、それが、今も、洪水被害から死を守っている。1950年、 アメリカ原子力委員会がパ・デューカを新しい濃縮ウラン工場の場所として選定した。建設は1951年に始まり、運転開始は1952年だった。この工場は当初ユニオンカーバイドが創業したが、マーティン・マリエッタ、ロッキード・マーティンと次々と経営主体を変え、現在はアメリカ合衆国濃縮会社が運転している。 アメリカ原子力委員会を引き継いだアメリカ合衆国エネルギー省が所有者である。1991年4月25日、アメリカキルト協会がパデューカ中心街にその博物館を設置した。マイハルハナミズキの季節に世界中のキルト愛好家が協会の年次行事のためにパデューカに集まる。キルト賞はパデューカの年中行事の中でも最大のものであり、 大きな観光収入となっている。市から数マイル以内のホテルは省に先立つ月から満室になる。2008年5月、この博物館はアメリカ合衆国国立キルト博物館として連邦議会の指定が与えられる境によくした。博物館の事務局長、メール・イーズ・ズムワルトが最近、私たちは国の予算を受けるというわけではないけれど、 国家的意義のあるキルト博物館であることを認められたと語った。この指定によりさらに注目を浴びて観光客の数が増えた。この博物館には現在国中と世界の25の国から年間平均4万人の観光客を集めている。パデューカは 北緯37度4分20秒成形88度37分39秒、北緯37.07222度成形88.62750度、3 7 0 7 2 2二マイナス88.62750に位置する。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は19.5平方マイル、このうち陸地は19.5平方マイル。 水面は0.04平方マイルで、水気率は0.10%である。パデューカの積雪、2004年12月パデューカは、温暖湿潤気候にあり、年間平均気温は、下肢57.2度である。年間平均降水量は49.31インチであり、年間平均降雪量は10.6インチである。 著名な豪雪としては1978年のダイブリザードと2004年のクリスマス前豪雪がある。多くの吹雪が2002年から2003年にかけての冬にもこの地域を襲った。パデューカはアイスストームに襲われることもある。2008年2月には2週間の間を置いて2度襲われた。 2008年1月の中央平原及び中西部、アイスストームがこの地域も襲って、都市機能を麻痺させることになり、これまででも、最大の災害となった。パビューカにおける過去最高気温は1952年6月30日と7月28日に、記録した、下詞106度である。過去最低気温は1985年1月20日に、記録した下詞15度である。 パデューカのライオンズクラブ地元支部と NBC の系列局である WPSD が毎年テレソンを開催して地元の事前活動のための資金を集めている。過去49年間に集められた寄付金総額は2005年時点で1800万ドル以上となった。年によって参加する芸能人は多様であり、次を含む。2000年8月、パデューカの アーティストリロケーションプログラムで芸術家たちにパデューカの中心街やロワー,ータウン地域に移転してくる動機を提供し始めた。このプログラムは芸術を経済発展のための道具に使うということで全国的なモデルになり知事の芸術賞、アメリカ企画協会ケンタッキー支部結出企画賞、アメリカ企画協会国家的企画賞及びごく最近では ケンタッキー都市同盟事業都市賞を受賞してきた。アーティストリロケーションプログラムの本拠であるローワータウンはパデューカでも最古の地域である。小売業が町の郊外に移転したので建築様式の保存が行われ、市の古い地域の歴史あるビクトリア様式の建物を改修した。プログラムはこの動きを支援し、中心外再活性化も促すことになった。 芸能のためのルーサー・エフ・カーソンセンターも建設された。2004年9月、中心街の南側再開発を通じて、音楽のルーツに脚光を当てる計画が具体化した。この動きの中心は、マギー・スティード・ホテル・メトロポリタンの革新であり、ここは、ルイ・アームストロング、デューク・エリントン、キャブ・キャロウェイ、チック・ウェブのオーケストラ、BB ・キング、ボビー・ブルー・ブランド、アイク&、 ディナターナーなど R&B とブルースの伝説的存在がチトリンサーキットと呼ばれるようになるところでその技量を磨いた会場である。この分野を基本にして支援者たちはアメリカ音楽史におけるパデューカの役割を宣伝しようとしている。パデューカの街では様々なジャンルの芸術家が生まれた。その芸術家主流のトップは史上最大のコンテンポラリー。 クリスチャン音楽を売ったスティーブン・カーティス・チャップマンである。ロカビリーの殿堂入りしたアーティストには、そのレコード、ロッキン・リトル・エンジェルが1960年代にヒットしたレイ・スミスがおり、スミスたちにギター演奏を務めたスタンリー・ウォーカーがいる。全国放送のテレビに紹介された、テリー・マイク・ジェフリーは、パデューカの住民である。地域社会は、 地下の音楽環境を歌っており、最近新しいミドルタウン計画で市の音楽分野の成長を促進したために、いくらかの成功を見ている。この計画は、ロワー,ータウンの芸術家地区に類似している。ミドルタウンの焦点は、多くのブルースやジャズの音楽家が20世紀半ばに活動したメトロポリタンホテルである。 町は一年間で何度も地元の音楽家を取り上げるが、その年間行事の中でも、最も著名なのが、サマーフェスティバルと、ロック・ザ・ボートが公演する、パデューカ・パルーザ・フェスティバルである。ルーサー・エフカーソン・フォー・リバー・センターは、パデューカ中心街に付け加えられた、美しい建築であり、様々な音楽家、演劇及び地元の音楽活動を招いている。 パデューカの地元メディアとしては、NBC 系列の WPSD テレビと、地域日刊誌、ザ・パデューカさんがあり、どちらも、パクストンメディアグループが所有している。ラジオ放送局は6局あり、その半分は、ブリストル放送会社が所有し、一方、週刊新聞、ウェストケンタッキーニューズと、ローンオークニューズは、そこそこの読者を得ている。 アメリカ国立気象局報道局がパデューカにあり、ケンタッキー州西部、ミズーリ州南東部、イリノイ州南部及び、インディアナ州南西部に天気予報を流している。パデューカライフという格月間雑誌が1994年に発刊され、今日でも発行を続けている。この雑誌は、パデューカ周辺での生活と住民を捉えた記事を載せている。 以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。アルバンダ・ブリュー・バークリーパ・デューカは次のような著名人物の生誕地あるいは住所である。ありがとうございます。